オタマトーンの仲間、チワワ笛についてご説明します。まずは片手でほっぺたを押さえ、この吹き口から息を吹き込みます。息を吹き込みながら口をパクパクさせると、犬のようにワンワンと吠えます。こんな感じです。チワワ笛にはいろんなバリエーションがあります。ホワイト、ピンク、ブルー、パンダ柄とトラ柄です。ホワイト、ピンク、ブルーは高い声。パンダ柄とトラ柄は低い声です。こんな感じです。オタマトーンとチワワ笛は頭のサイズが同じなので取り替えることができます。まずはチワワ笛の足をドライバーで外します。そしてオタマトーンの顔を取ります。チワワ笛の頭も取っちゃいます。そしてオタマトーンの体にチワワ笛の顔を取り付けるとできました。チワワトーン。残った方のチワワ笛の体にオタマトーンの顔をつけちゃいます。そして足も取り付けます。するとできました。オタマ笛。こんな感じでいろんなバリエーションのチワワトーンを作ってみてください。チワワトーン。チワワ笛は息を吹き込む強さで少し音程が変わります。それを使って曲を演奏してみましょう。